上川隆也と佐藤二朗がずぶ濡れ、パーフェクトな執事、西園寺に殺人の疑い、一日で3000万円稼ぐナンバーワンホスト、綺麗な女の条件って、名言連発にネット沸騰盲目の漫談家、浜田祐太郎、アメトーーク、初出M、タチトーーク、で自由さ炸裂、陣内智則、男性美容師に偏見、ロングヘアを触る際に、おっぱいも触ってる、ゲス不倫、元議員、宮崎健介、妻、金子恵美の前で、女性には触れたが法には触れてない、